はーい、お疲れ様です。素本光です。今回のお話なんですけど、ゴールデンウィークということで、まあ、新婚旅行に行くぞっていう夫婦がですね、ハワイに行くっていう話だったんですけど、ただケチりますっていうことで、水をね、持参して持っていくぞと、円安で節約していくんだーって言ってたら、さらに超過料金取られて、痛い目見てしまうっていうのがね、話題になってるんで、今回それを見ていこうかなと思うんですけど、まあもちろんこの夫婦が悪いってわけではないんですけど、ネット上ではね、 いろいろ叩かれたりもしてるんで今回その件についてね見ていこうかなと思いますみつのチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします、まあ、ということでゴールデンウィークではあるんですけど海外旅行とか円安の影響でものすごくお金がかかるっていうことで旅行には行きたいけど食料とかをわざわざ旅行先に持っていくという人が結構いたみたいなんですよね、まあ、ニュースでも報道されてたんですけど、えー、こんな感じでね ハワイ旅行に行きますって言ってた人に対して、えー、インタビューしてたらこんな感じで食料、えー、パスタだとかを持って味噌汁だとかそういうのを持って行ってあっちでこれを食べるんだって言ってねハワイ旅行行ってんのに自炊をしないといけないというようなそんな人たちがいるぞーっていうことでニュースになってたんですよねまあこの人も言ってるんですけどお金の心配があるからハワイ旅行に佐藤のご飯を持参 え、それなら国内リゾートでよくないっていうことでなんでハワイに行くのみたいなねそんな批判とかも集まってたわけなんですよねでそんな中ですね同じように節約しますって言ってた新婚旅行に行く人にもね、えー、ニュースで出てたわけなんですけど日本人の人がねケチってハワイ行きますってこんな感じでね新婚旅行に行く、えー、夫婦がいたわけなんですよ、えー、木村さん夫婦なんですけどケチるとこはケチって楽しみますよっていうことで、えー、こんな感じで水とかをいっぱい持ってってで 9リットルぐらいを持っていきますっていうことでニュースに出てたんですよねただ重量オーバーでお金取られちゃうっていうことで重量オーバーで8000の超過料金ハワイやめとけってケチるの下手すぎるやろってそこケチってどうすんのみたいな結局お金取られてんじゃんっていうのがね言われてるわけなんですけどまあ実際に記事で言うとこういう風に記事になってたわけなんですよね何て言ってたかっていうとケチって楽しみます新婚夫婦はハワイで過ごすっていうことで実は 実はミスターサンデーは新婚夫婦の木村さんと出発前の羽田空港で出会っていたと今回初のハワイですかって聞いたらはいケチるとこはケチって楽しみますよって言ってて新婚だという2人の目的はハワイの絶景の中で撮るウェディングフォト現地でカメラマンを雇うと30万ほどかかるため自分たちで撮影するという徹底した節約ぶりさらにということでもうこのカメラマン雇うお金もない自分たちでウェ メディングフォトを撮るためににハワイに行くんだってで、向こうで買ったらすごく高いっていうので、水を持ってきました。9リットルぐらい持ってきますよって。で、日本から食料や飲料水を持ち込もうとしたのだが、ここで予想外のトラブルがあって、えー、こんな感じでねやらかしたって、重さのことを考えていなくて、超過量を払わなきゃあかんねっていうことで、9リットル持ってきて節約だって思ってたんですけど、ただ、まあ、飛行機乗るために追加料金を払わないといけねーっていうことで、3500円。 払ったとでなんと重量馬で合計8,000の超過料金が発生って節約するために持ってったのに結局お金かかってるってそんな2人の節約旅はハワイでも続いてるようで観光客相手の土産物店ではなく地元の人が利用するスーパーマーケットえっとね木村さんが言うにはワイキキにあるショップやったら51ドルぐらいやけどここは23ドルなんでだいぶ安く買えそうですということでスーパーマーケットでお土産を 買うぞって安いねーってお目当てのお土産を半額以下で購入そして最後はビーチで念願のウェディングフォトも無事撮影結構しんどかったですけどって言ってしんどかったねーっていうことで2人ともしんどかったとは言ってるんですけど、えー、ないことなんでこれからは思い出やなとは思ったねということでまあただネット上ではこんな感じでね水のために結局追加料金か 勝手んだったらケチるとこ間違ってんじゃねえかっていうことで批判とかも上がってたわけなんですよねまあ確かにそういう思いは元光もあるかなと本末転倒じゃねえかっていうことで話題になってたんですよねちょっといろんな人の意見見ていこうと思うんですけど水9リットル持ち込むハレムなんていやいやっていうことで水9リットルも持っていく新婚旅行は私いやーみたいなねそんな声も上がってたり他にはケチって旅行しても楽しくなさそう人様の価値観にケチつけてるワイが言える立場じゃない けどとということで、まあ、そうまででししててて旅行したいいのかっていう風に、ね、言われてるんですよ、ねまあ、新婚旅行、まあ、そういう記念のために無理していってるのかもしれないですけどね。とか、他には、旅行に限らず、すべてにおいて、こういう行動しちゃう人っているよね。って、本末戦闘だなーっていうようなことだと思うんですけど、他には、それでも、この弾ける笑顔、微笑ましい、うらやましい、水と空気があれば、ハワイ必要ないくらい幸せやんっていうことで、まあ、これ、失敗してるけど、この2人見てたら、幸せ なことだって私は思うけどねみたいなね逆の擁護する意見とかもあったりするんですよ他にも重量制限を知らないくらい常識ないのも引いたけどウェディングフォト頼むと30万するから自分たちで撮るって一眼持っていって撮れた写真がザ素人写真で女性がまあこれも思い出だよねって若干テンション低かったのかわいそうだったどっちが提案したかは知らんけどっていうことでまあかけるとこはやっぱお金かけないといけなくねみたいなねそういう言い分ですよねとか他には 行き過ぎたケチリは損を招くことがあるのがよくわかる事例飛行機を新幹線とかと同じ感覚で乗ったんだろうなーって円安の今海外旅行にわざわざ行かなければいいのにって今のタイミングに行かなくてもよくねーっていうのがね言われてるわけですねまあどうしても多分写真が撮りたかったんだろうねウェディングフォートが、まあ、元光もそこまで場所とか旅行にこだわる方ではないんでなんでこうまでしていくのかなとは思っちゃうんですけどまあね新婚旅行の写真撮りたい っていううのはね、えー、かななり記念な話だと思うんでどうしても行きたかったのかなとは思いますねとか他には旅行すると金銭感覚価値観のズレが明確になるよねって持っていく荷物から旅行先選びまで旅行する前からズレが生じぎこちなくなったりするこういう学びを笑顔で語れるお相手に出会えてお互い幸せをってまあ2人ともこれがね、えー、楽しいって思ってるんだったらいいんじゃねみたいなねそういう風にね言われたりもしますまあ価値観合ってるんだったら別に問題なくねっていうような、ね、意見で とか他にはこれはさすがにって旅慣れてなさすぎというかリサーチ不足ではあってやるならもう一つスーツケース用意していや水はケースで銘柄こだわらなければ現地の方が安いくらいなので持っていく必要は全くないっていうことでちゃんと調べればあっちでも安いやつあるよってあでもレンタカーしないとそういう買い物も難しいのかなってだからって海外ハワイやめろは飛躍とも思うけどっていうことでもっと徹底的にリサーチ タッチした方が良かったじゃないっていう風で言われたりはします。まあね、もう円安で物があっちは高いっていう。もう意識が強すぎて。 もう調べずとりあえず水は持っていこうってなっちゃったのかなとは思いますけどとか他にはハワイだと下手すると 500ml ペットボトルが4ドルとかするから4ドル ×189 リットル分 ×155 円、まあ、今の為替だとねで11,160円日本で買ったペットボトルが1本90円だとしたら超過料金8,000円払っても1,500円くらい得する計算賢いやんけーって、まあ、シンプルに計算したらこれでも一応得はしてるぞー っていう風にね言われてるわけなんですよねまあプラス1500円ではありますけどまあ重量オーバーの超過料金払っても得はしてるぜっていうのはね、えー、擁護されてる人もいたりしますねまあねネット上だと新婚旅行でそんなケチんなよっていうような意見だとか超過料金かかるんだったら本末転倒じゃねえかって批判殺到はしてるわけなんですけどまあ元光もこれ2人が楽しんで行ってるんだったらまあそれはそれでいいのかなと思っちゃいますねまあただ個人的にはせっかく写真撮るんだったらやっぱそれはプロ 雇った方がいいいんじゃななのかなと高くてもマジでで写写真真映ととか全然違う写真がねね撮れたりするんで、ね、ということで今回のお話はね以上です皆さんの今日もね是非お聞かせいただけたらなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました